かけるなと思う。んか耳もし落ちてきやすかったら、ね、ピンとか、あピンちょっと見えちゃうかもしれないですよね。あ、あでも、あれいも、けそうですか？いや、落ちてきますね、いつも。すごい。完成しつつある。ありますね。かわいい。今日は宮城さんにはい。ありがとうございま メイクとヘアをしていただきます。すごい、やっぱプロの手は違いますね。す。嬉しいです。ちょうど韓国ね。行きだったので 嬉しい。それを狙ってきたし。韓国好きって発信しててよかったです。いや、なんかストーリーとかもめっちゃ見て、めっちゃハイライト好みと思って。あ、本当ですか？ストーリーただのオタクなんで。いや、でもわかると思いながら見てました。かわいい。いいですね。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。編集長マジです。今日はなんとですね、ついに地上波に進出しますということで、地上波についに進出させていただくということで、実はですね、韓国の地上波に関してはですね、2年前ぐらいに実はチラッと進出してたんですよ。ただ、日本での進出はまだだったっていうことで、ここで満を持してですね、今回進出っていうことになります。今回は、ベイビーブローカーっていうね、以前私が試写会にお邪魔させていただいて動画にも上がってると思うんですけど、ベイビーブローカーっていう映画の番宣の特番にお邪魔させていただきます。そこでキャストの魅力だったり、韓国好きの皆さんとの掛け合いだったりっていうところを楽しんでいこうかなと思いますので、今日はそんなね、珍しく緊張してる私が見れる裏側をお届けしたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速どうぞ。ということで、移動中なわけですけどね。はい、移動中です。はい、ちょっと緊張はしてます。緊張してないねんけど、なんかこう掛け合いがうまくいくかなとか、なんか笑い取れるかなみたいなところが結構心配。今からフジテレビの漫画スタジオに単身。そうだね、めっちゃ楽しみ。でも当初こんなこと思いましたか？なんか YouTube 始めるときとか。いや、なんか思わんかったけど、なんかこういうなんかオファーをいただくたびに、なんか今まで私が経験してきたことってこれの準備のためやったんだよなっていう感じがすごいする。一つのこう顔を破った一個のイベントみたいになりそうってことですか？いや、そうやな、ターニングポイントにしたいよな、僕は。120% やりきりたいし、もう昨日夜中ね、私こういう日の前日10時ぐらいに寝るのがルーティンなんですけど、今回マジで失敗したくなさすぎて、もうずらーってもうこれ台本作って自分でもう一生作ってみて、あーここで笑ってもらおう、あーここで振ろうみたいなのずっとやってました。そう、伝わればいいよね。なんかこういう地道にやってることがこういうことにつながるよっていうで、先にねつなげていくための第一歩としてちょっと今日は使わせてもらおうかなって感じですね。ということで、ベイビーブローカーの撮影を終えて帰ってまいりました。さっきね、帰り際に撮影終わって、うわ疲れたみたいな感じで撮ってたんですけど、アドレナリンがすごすぎてうわーって感じだったんですけど、もうようやくね正気に戻りました。本当に素敵な時間を過ごさせていただきまして、私もねかなりいろいろ準備していったんですけど、現場もすごくフランクでリラックスした空間作りをしてくださって、で何よりもねご一緒させていただいた椿鬼奴さんだったり、ドランクドラゴンの塚地さんだったり、フジテレビアナウンサーの宮沢さんだったり、皆さんがすごく温かく迎えてくださって本当
当にやりやすかったというか、もう助けていただき、もう本当に心強かったです。私自身本当初めてのねテレビ出演だったんですよ。何回かテレビに出る機会、テレビでも地上波は初めてかもしれないですね。本当に韓国の SBS にはちょろっと出たんですけど、本当にスタジオで撮影させていただくっていう機会が本当に初めてだったので、緊張しましたって言いたかったんですけど、楽しみが勝ちすぎて全然緊張せず、いつも通りお話をさせていただきました。改めて大丈夫だったかな、失礼なかったかなとかちゃんとうまく話せたかなっていうところはちょっとね心配ではあるんですけど、でも自分らしく好きをたくさんお届けできたかなと思います。これを機にですね、もっともっといろんな方向で韓国をお伝えできる場面に呼んでいただけたら嬉しいなと思いますし、私自身ちょっとテレビ向いてんじゃねみたいなっていうのは冗談で言っとこうか口が裂けても言えないですけど、もしね機会があればぜひテレビのお仕事とかもチャレンジしてみたいですし、トゥユースのメディアの方でもですね記事を書いておりますので、記事も書けますっていうところですね、いろんなお仕事もしていきたいなっていうのと、やっぱり韓国現地に行ってレポートみたいなところがね、私もちょうど会社も退職しまして、この活動一本で食っておりますので、会社辞めたからこそできることとしてそういうこともチャレンジしたいなと思いますので、ぜひ韓国現地で何かやりたいなと思っている企業さんいらっしゃいましたらお声掛けくださいそういうね告知はさておき、本当に芸人さんってすごいなっていうのをすごく感じましたね。お二人ともすごくこう腰が低くって、でも私の一挙一動に関してもすごくずっと見て、もう目を合わせてお話聞いていただきましたし、いじるとこはいじる、突っ込むとこは突っ込むっていうので、普段私はこうやってねスマホ一台に向かって話してるっていう節があるので、そこはね難しいというか、どのカメラを見たらいいんだとか、とりあえず皆さんとお顔を合わせてお話ししてもいいものだろうかとか感じることがすごくたくさんあったんですけど、でも皆さんのねたくさんのサポートのおかげでなんとかね乗り切ることができました。やっぱりテレビって皆さんが想像している以上にいろんな人が関わってて、いろんな人が動いてくださっているんですよね。30分の番組を撮るだけでも本当に2時間半3時間ぐらい撮影することもあるぐらい、本当に手の込んだものになっていたので、あ、こんな風に作られてるんだっていうのと、なんせこの映画が本当に素晴らしかったので、インスタグラムの方ではねネタバレしたりとかもしたと思うんですけど、本当に素晴らしくて、このベイビーブローカーっていう作品を私自身ももっとたくさんの人に知っていただきたいなと思って、動画もね何本か撮ったりもしてますし、私も今回賛同してこの番組出させていただくっていうことを決めたので、こうもっともっと作品が公開されたら本当に日本でもたくさん見られる作品になるんだろうなっていうふうに思いますし、こうやってねこういう貴重な機会に立ち会わせていただけたことに本当に感謝しています。私自身も新しいニューチャプターに行けたみたいな感覚もちょっとあったりもして、 YouTube 始めてもう2年と半ぐらいを経とうとしてるんですけど、早いですね。その中でも大変なことだったり辛いことだったりもたくさんあったんですよ。カメラの前でね喋ることもうないよってなっちゃう日もあったんですけど、でも今こうやって地道にね続けてこれてるのは、見てくださってる皆さんのコメントだったりだとか SNS でいただく DM だったりだとか応援の声のね本当におかげだと思っています。そして私がね好きなことを仕事にしてもっともっと韓国を広げていこうと思えてるのも、こうやって皆さんが声を上げてくださるからで、見てくれてる方がいないとやっぱりこういったお声掛けもねいただけないと思うし、目の前の皆さんのおかげで私は生かされているなっていう風にね、もう毎日毎日本当に感謝してます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。そして私自身はですね、もっともっとやりたいこと、野望っていうのがね、やりたいことだったり叶えたいことが本当にたくさんあります。私の人生をかけてそれが達成できるのかっていうのが怪しいほどあります。で、そんな物語をっていうか一部始終をですね皆さんにお届けしつつ、皆さんがワクワクできるようなコンテンツだったり、あ、わかるそれみたいなのを叶えられるというか、コメント欄とかで皆さんがね視聴者さん同士で情報収集したりとかっていう風なコミュニケーションができる場として活用していただけたらなという風にも思っておりますので、皆さんぜひこれからも韓国情報メディア編集長マジのチャンネルをですねどうぞよろしくお願いします。ということですね、本日は歴史的快挙を地上波に初登場ということで、その裏側についてお伝えしていきました。いかがでしたでしょうか。なおですね、今回この本編に関しましては情報解禁がされました。よかった。情報解禁
されまして、概要欄にホームページの方を貼っておくんですが、各地域によって放送日変わってしまうと思うんですが、関東でしたらフジテレビですね、7月2日の土曜日の3時から3時半の枠で放送が決まっておりますので、皆さんぜひご覧ください。お住まいのね、地域によっていろいろ時間帯変わってくると思いますので、そちらの方だけ皆さん各自ご確認いただけたらなと思います。そしてテレビでね、私を見つけたらぜひストーリーでメンションしてください。見つけたよっていう報告お待ちしてます。私ちょっとその日仕事でリアルタイムで見れないかもしれないので、皆さんぜひ教えてください。お願いします。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。もうどんな編集になっているか、どんな失態を犯しているかわからないけど、ぜひですね、あのテレビの前でマジのことを応援していただけたらなと思います。絶対にベイビーブローカーの特別特番見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニャン。